刑事上の話、戦艦からどういう説明を受けましたかって聞いたら、いや、なんかクリアファイルで増やすみたいだけど、俺ポスター作らないからもらわなかったって言って、怒鳴ってる声だけずっと聞こえてきたんで、僕も、ね、はい、聞きました。聞いて、はい、すごい大きな声で、簡単な操作で、ATM で、はい、振り込まれると思って振り込んじゃう。さあ、始まりました。選挙 .com チャンネル、選挙芸人の山本喜一前です。本日も畠山道義さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。全候補者紹介の最後の回になっているんですけども、はい、本日取り上げているのはこちらになります。はい。はい、この目で見てきました、東京都知事選挙現場レポートボリューム4ということで、残りですね、17名いらっしゃいますので、はいはい、最後たっぷりお話を聞いていきたいなと思っております。はい。はい、では、最初にこの方になります。はい。草尾篤候補、NHK が国民を守る党55歳。草尾候補はどういった主張されている方になりますでしょうか。NHK 党の活動を皆さんに知っていただきたい。もう、そこの、はい、他から、はい、加藤候補と同じような、はい、主張、ね、はい、されている方ということですね、はい。はい。それ以外には、特には訴えられてないというような方です。はい、ですね、はい。はい。では、続いての方、行きたいなと思っております。はい。はい、津村大作候補。はい。NHK から国民を守る党50歳。はい。はい、津村さんは以前別の選挙とかも出られた経験もある方だと思うんですけども、ね、はい、今回は NHK から国民を守る党から出られているということで、はいはい、どういった主張されている方ですか？今だと、その選挙の報道っていうののあり方が、はい、ちょっと、良くないと、はい。もう勝負が決まったみたいな、はい、報道のされ方をしているのが良くなくて、はい、もっと有権者をこう励ますような、例えばあなたの一票が、決めるんですみたいな報道をするべきだっていうことを、はい、おっしゃってました。なんか今の情勢調査とかで誰々がリードみたいなのも良くないっていうふうに思われていらっしゃる。でも確かにそうですね。うん、それでもう、あ、じゃあ行くのやめようみたいな。っていうふうになってるから、ちゃんと報道しっかりしてくれっていうことをおっしゃってました。蓋開けるまで情勢が全くわかんないみたいな状態だと、確かに選挙盛り上がるかもしれないですね。いや、でも、まあ、情勢あっていいと思うんですけど、はい、あっていいと思うけど、はい、なんか、っていうか、まあ、有権者の問題だと思いますけどね、その、ああ、力がないのかって思ってる有権者が一番良くないと思うんで、まあ、言ってくださいってことですよね。はい。ありがとうございます。はい。はい、続いては、こちらの候補者になります。はい、横山緑候補。NHK が国民を守る党の46歳、うん、はい、はい、元立川氏ですね、はい、それからニコニコの配信者として暗黒放送です、はい、はい、そうですね。で、横山さんは今回、あれですね、コンビニのポリ袋、はい、ポリ袋をなくしたいということをおっしゃってました、はい、あ、なるほど、コンビニの、はい、はい、あとは、性犯罪者に対する罰則がぬるすぎるということで、はい、その罰則を、より強化したいっていうことをおっしゃってました。はい、あ、そうなんですね。はい。はい、僕、横山さん一個気になってることありまして、新小岩駅の選挙ポスター掲示場に、なんか動物のキャラクターの絵のポスターが、まあ、一体 NHK か小宮守さんの、ポスターに20何枚貼ってあるんですけど、はいはいはい、横山緑さんの場所だけ、横山緑さんのポスター貼られてるんですよ。はい。新小岩だけ。はい、あれ、なんでなの？立川もそうでした、ね。あ、立川もそうなんですね。立川もそうでした。動物のキャラクターの中で横山緑さんだけ貼られてては、立川も、新小岩もそうっていう、うん。あ、そうなんですね。はい。はい、他になんかどういった、訴えとかをされていらっしゃいますか？それこそ、畠山さんやれて討論会とかで途中退出されたとかでも、ちょっと話題になられてましたけども。はい。はい、あれ、途中退出したのは、配信をやってて、はい、で、配信に集中したくて、途中で帰っちゃった。あ、配信やりながら討論会出られて、配信に集中したいっていう理由で、出られたっていう。あ、そういった理由だったんですね。はい、根っからの配信者だなっていう感じの、はい。配信を優先されたっていう、はい、ところですね。で、まあ、終わった後にごめんなさいって言って。あ、後から一応その、謝罪の連絡もあったということです。でもまあ自由な場なんで、はい、いいですよっていうことですね。ありがとうございます。はい、続いてはこちらの候補者になります。はい、前田太一候補、はい、NHK から国民を守ると38歳。はい。前田候補はどういった主張されている？元警察官の方で、はい、今、その警察って努力目標という名のノルマがあるから、はい、
その犯罪の摘発もなんか無理やり軽微なね、はい、犯罪とか交通違反とかで、はい、とにかく、件数をこなすみたいなことになってるのが良くないと、はい、ノルマがあるとこの一方通行のところにわざわざ警察官がずっと立っていて影に隠れてビビビビって出てくるみたいなことに人員を割いてるのは良くないと、はい、それよりももっとその凶悪犯罪に、うん人を集めて、はい、その軽微な犯罪じゃなくて、はい、もう本当に社会を揺るがすような事件の担当人が足りないような部署に回すべきだっていうことと、はい、あとそれから交番ですね。交番にはテレビがあって、はい受信料は NHK に払ってると、はい、なので交番のテレビをなくすっていうことです、ね、受信料を払っているから、うん、交番のテレビを撤去するすごい初じゃないですかね、その公約を掲げられてる方に関して。そう、でも交番はいっぱいあるから。僕、前田さんで、あ、交番にテレビあるのって知りました、ここで。はい。今まで知らなかったんで。交番にあるテレビを撤去する。あ、そう、実証されているという方ですね。はい、だからご自身の経験から、はいそういうことを主張するっていう意味では、まあ、NHK 党の中では、はい党の方針に従いますっていうだけじゃなくって、はい、ご自身の経験も、踏まえたことを訴えてらっしゃる、ね、経過の経験があるならではの取り組みということです、ね、はい、はい、続いては、こちらの講師になります南俊介候補、はい、NHK から国民を守る党39歳、はい、南候補もすごい選挙出られた経験がある方だと思うんですけども、過去3回ですね、はい、首長経験、あ、首長の選挙の経験もある、中野区議会、杉並区長選挙、杉並区議会の、はい、選挙過去3回立候補されてて、はい、いずれも無所属で立候補されてたんですけど、はい、今回なんで NHK から国民を守る党で、やっぱり、はい、無所属で選挙を戦うことの難しさっていうのを感じておられたっていうのと、はい、それから今回その NHK 党の方で、はい、まあこのポスター掲示板ジャックということで候補者をたくさん擁立しますっていうので、はい、あの候補者募集をかけたんですよね、はい、で供託金を党の方で負担するからっていうことがあって、はい、それでまあ応募をして、はい、で立花孝志代表と話して、はい、そこで、いろんな人が選挙に興味を持ってほしいし、選挙に出られるハードルを、下げたい。で、ポスターの掲示板をジャックすることで、選挙に出ない人でも自分の主張ができるような、はい、ことを考えてるっていう話を立花さんとされて、はい、そのみんなが政治に関わるっていうことは、まあ、南さんのテーマでもあったので、はい、そこは一致できるから、じゃあ、出たいですっていうことで、出てらっしゃる。あ、なるほど。だから無所属で立候補してた時も、はい、もう一人で街頭に立って、はい演説とかをされてたので、ご自身にもやっぱり訴えたいことは、はいたくさんある方なんで。こう主張内容的には、今回も結構一緒の被るブームだったりとかもある形で、まあ、はい、主張は曲げてないですけど、はい律儀な方なんで、はい NHK をぶっ壊すは言えて、もう最初に NHK を冒頭に入れて、はい、でもやっぱり私たちが関わらないとダメですよっていうことを出てますね。ありがとうございます。はい。はい、続いてはこちらの候補者になります。はい、福原シルビ候補、はい、NHK から国民を守る党41歳。うん、はい。福原候補はどういった主張をされていらっしゃる方になりますか？日本の教育、はい、教育についてやっぱり、自虐史観的な教育がはびこっているっていうことを、はい憂慮されている方で、はい、昔からその NHK 党に関わる前から、政治には興味があって、いつか選挙には出たいと思っていた方です。はい、なので、他の方のように、まあ、NHK 党の、主張に従うとかっていうことだけではなくて、はい、ご自身で、こういうことがやりたいとか、まあ、教育の問題をやりたいとか、はい、それから、予防的っていうか、健康増進を図ることによって、はい病気を少なくして、まあ、医療費を少なくしていくっていうことを、はい訴えてますね。あ、なるほどですね。はい、なので、はい この国政に出る前にも、北海道の広島市、はい北広島ですね。北広島の市議会議員選挙に出てるんですけど、またというか、政治への挑戦はしていきたいということ
おっしゃってましたね。逆しか見て、玉上さんと割とこの主張が似てるような内容を訴えられてるっていうところですかね。はい。あ、ありがとうございます。終身の復活っていうところがね。はい。あ、ありがとうございます。では、続いての講師はこちらになります。はい。木村義孝候補、はい、NHK から国民を守る党49歳。はい。はい、木村候補は、ちょっと写真が撮られてる場所が、他の候補者と違うような形するんですけども、はい、ここはどこで撮られたか。これはですね、新宿の喫茶店かな。はい。喫茶店、あ、飲み屋さんかな。飲み屋さんで、撮りました。飲み屋さんで飲み屋さんで、夜の取材だったんで。あ、実際だからどういったお話をするの？愛知県の方なんですよ。あ、そうなんですね。愛知県の方で、はい、木村さんの、木村さん都庁に来てた時の夜かなんかに、はい、お話伺ったんですけど、はい、新宿の近くで、はい。はい。で、主張としては、まあ NHK 党の言ってることっていうのはもちろんなんですけど、はい、木村さんはチューナレステレビっていうのに非常にですね、チューナレステレビ推しの方で、はいはいはい、チューナレステレビを街中に、うん、その、なんだろう、ショーウィンドウにこういうところにバーっていっぱいチューナレステレビを街に貼ることで、はい、街に人が溢れて活性化すると人通りも多くなると。はい、チューナレステレビを街の、ショーウィンドウっていうか、なんていうんですかね。こう、だ昔なんかこう、力道山の試合見に街の人が集まったみたいな形で。みたいな感じで、バーってもうすごくいっぱいチューナレステレビを貼ることで、街が明るくなる。まあ、電気で明るくしてるから明るくなって、人通りも多くなって、バブル景気が来ると。そうすると人通りを。なるほど。日本以外のところでそういうことをできてる街があるから、それを日本でもやって、あ、他の海外の例を取り入れてっていう。取り入れて、やりたいっていうことをおっしゃってました。はい、あとはもう一つは、そのポスター掲示上の、はい、ビジネスっておっしゃってましたけど。ビジネス、はい。要するにポスター掲示枠を、その寄付をした方にね、譲ることによって、はい、その1万円とか、今、選挙中なので2万5千円で一枠譲るっていうことをして、はい、それで供託金が賄えるようになったら、これはもうずっと、選挙に大量に人を出し続けられるから、その一つの社会実験として、今回のポスタージャックっていうのが、すごいことになるんじゃないかっていうことでご自身立候補して。なるほど。だから、市議選とかだと供託金30万とかなので、うん、そしたら2万円とかのやつが、うん、15枚売れればもう賄えるっていうことですね。だからそれで、こう、政治活動にお金をかけないで、はい、かけないでというか、実際に寄付を募って、回していけるようになるんじゃないかっていうことで、はい、その一人としてでチューナレステレビでバブル景気を起こしたいということで、参加されて、で愛知県で、まあ、会社員なので、はい、お昼間働いて夜名古屋駅で街頭演説をする。あ、名古屋駅で街頭演説されてたんですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてはこちらの候補者になります。三輪陽一候補、はい、NHK から国民を守る党42歳。はい。はい、三輪候補は、はい、アルバイトされてる。あ、アルバイト、はい。はい。で、独自の制作はって聞いたらですね、はい、喫煙所が紙タバコと電子タバコの、はい、紙タバコが NG で電子タバコは OK みたいなところが増えてきているのが嫌です。はい。はい、両方 OK にするか。あ、もう紙タバコをちゃんと吸えるところに増やしてほしいっていう。そういう。はい。まあそもそもタバコはあんまり お好きではない。え、あ、タバコ好きではないんですけども。ていうかね、喫煙所のそういう分かりにくいルールが嫌だっていう。普通だから吸う方が、もう全部吸えるようにすべきだっていう方は多いと思うんですけども、うんうん、吸われない方が。あれ、タバコは吸うのかな、どうなのかな。とにかく、そのルールが、複雑すぎるっていうということを主張してます。そこちゃんと統一分かりやすいようにすべきだっていう考え方ですね。そうですね。こちらなんか写真もちょっと違う背景なんで。これは政見放送を収録し終わったところです。はい、あ、政見放送を収録し終わって、はい、スタジオから、まあ約束をしてて、それ政見放送終わりでインタビューした。あ、なるほど。あ、じゃあ局の、出たとこ。局じゃなくて、局が持ってるスタジオ収録 の、はい、ビルの前で。
っていうところで撮られた写真ですね。はいはい、あ、ありがとうございます。はい、昨日も、新宿5丁目で演説をされてて、で、はい、それ、まあ、元自衛官だったんですけど、はい、ごめんなさいね、三輪さんの話ですね。はい、三輪さん。すごくご自身の人生の、これまでの経緯を話しておられて、力のこもった演説をね、電気を使わないこういう野球の応援に使うようなメガホンでやってらっしゃいました。はい、田茂神さんが元航空幕僚長で、はい、で、宮さんが航空自衛官でっていうところで、そこの方が今回2人いらっしゃるっていうような。はい、沢さんも。あ、そうか、沢さんも。沢さんも自衛官です。はい。はい、今回3名いらっしゃるということですね。はい、あ、内藤さんも自衛官。あ、内藤さんも。あ、すごいいらっしゃいますね、今回。自衛官の方は結構いらっしゃいます。はいはい、ありがとうございます。はい、続いては、こちらの候補者になります。はい。はい、松尾義晴候補、はい。NHK から国民を守る党46歳。はい。はい、松尾候補はどういった主張をされている方になりますか？松尾さんは、独自の政策いくつも。あるんですけど、はい、7つぐらいある。7つですか。で、はい、まあ、主だったもので言うと、はい、漫画図書館を作ると。はい。いうこと。漫画図書館、はい、漫画図書館、今、全国に2つぐらいあるそうなんですけど、はい、東京にも作りたい。あ、それを作ると。はい。いうことと、それから、びっくりしたのが、はい、副知事に、日本保守党の有本香里さんを指名するっていう。有本さんを、うん、有本さんこれ許可取ってるんですか？取りたいということで、はい、保守党にメールは送ってるんだけれども、はい、お返事はない。残念ながら、返事はないと、はい、いうところですね。けれども、まあはい、東京15区の補欠選挙を見ていて、はい、有本香里さんがマイクを持って話をしているところを、松尾さんご覧になってあるようで、はい、有本さんのような方に、はい、副知事をやってもらいたいっていう。熱い思いを持って。十五個戦で見られて、うん、ぜひっていうふうに思われたということですね。はい。と、はい、いうことをおっしゃってました。続いては、こちらの候補者になります。ほかり、人候補、無所属、57歳、NHK から国民守る党ゾーン。ではないです。はい。終わりました。はい。無所属になって、はい、だから、ここから49人目なので、ポスター、はい、貼れない枠の、はい、方になってきたということで、ほかり、人候補は、はい、まあ、どういった主張をされている方になりますか？小池さんの都政が、はい。また続くのかっていうところから、はい。出馬を、考え始めた。もう、そこには任せられないから。任せられない。はい。で、他に任せてもいいなと思える人がいるんだったら自分が出る必要ないんじゃないかと思っていたんですけれども、はいはい、他に出ていらっしゃる方の顔ぶれを見ても、はい、ピンとこないと。はい。そうしたら、出るしかないんじゃないのと、俺のゴーストが耳元で囁くのよ。ほかに実はゴーストが囁く。囁くのよ。もうこれは、不可抗力だねと。出るしかない。はい。ということで、お出になったんですね。で、選挙候補にもいろいろ、アイデアがあって、はい。それを、実際いろんなところで、披露されてます。あ、そう、別になんか他になんかゴースト的な主張されている方ではない。いやいやいや、そうじゃなくて、もうその時、出馬の時だけ、うん、はい。ということですね。はい、選挙候補では、なんかどういったところがあるのかなっていうところなんですけども、まあ、ほかり仁さんは、すごい、まあ、49人目だったので、もうメディアがすごい殺到しておりまして、はい、もう49人目なので。そうだ、ごめんなさい、ほかりさんの、はい、あ、いいですか。政策、そう、東京都の動物園って、はい、多摩動物園と上野動物園ってあるんですけど、はい、多摩動物園に、上野動物園の動物を移して、はいはい、多摩動物園を最強の動物園にする。最強の動物園、はい。で、上野の動物園の方には、保護犬、保護猫を集めて、はい、ワンニャン天国、殺処分ゼロのワンニャン天国にするっていうこと。一つ一つのこの動物園を、もう、はい、機能を特化するっていうかね。あ、すごい。今まで聞いたことがない発想ですね。はい、そうですね。面白いですね。殺処分ゼロ。もう上野はもう全部来てもらって。はい。あ、はい、そう。まあ、49人目だったらポスター貼らないっていう。そうです。はい。49人目から、刑事上の横に自分でクリアファイルを貼ってくださいよって言われるはず、はい、というか言われた人なんですけど、はい、みんなが、記者の人たちが、はい、おかりさん、刑事上の話、戦艦からどういう説明を受けましたか
聞いたら、いや、なんかクリアファイルで増やすみたいだけど、俺ポスター作らないからもらわなかったって言って、あの、ああ、はい、そうなんですねっていうことで、みんながあの、49枚目のポスターはどうなるのかって、ホカリさんに言ったら、俺作らないからって言って、帰ってしまわれ、記者が欲しいコメントが全然出なかったっていう、はい。これは作らない。はい、とかありましたね。はい、では続いてはこちらのご紹介になります。小林宏候補、無所属49歳。はい。はい、あの小林候補はどういった主張されている方になりますか、はい、小林さんの主張、まあ、小林さんがそのポスター問題の、はい、その記者からの質問を一手に引き受けることになったのは、小林さんもかなり前から選挙用のポスターを作っていて、はい、もう当日番号が出たら業者に頼んで貼ってもらうっていうことまで約束してたんですけど、はい、クリアファイルで自分で掲示場を増やして貼らなきゃいけないっていうことになったので、はい、うん、大幅に、費用がかかると、はい、それは業者の方でも同じ値段で受けられないって言われて、ね、やり方が違いますもんね。やり方が違うから、はい、で非常に大きな損害を受けたっていうことで、はい、ポスター掲示場のことで東京都と、小池百合子知事を訴える。あ、もう選挙終わったら。終わったらじゃなくて。あ、もう今から。明日。あ、明日訴えられるんですね。はい、明日訴えるっていうことで、はい、やってます。で、主張としては、東京をきれいに、はい、ゴミ箱を増やすっていうことを訴えてます。はい、あ、なるほど。これ今写真撮られてるシーンは、はい、告示前ですね。告示前に、はい、蓮舫さんが、阿佐ヶ谷で、政治活動としての演説をするときに、はい、乗り込んでいって、はい、音を出したら、はい、立憲民主党とかの、都議団にわっと囲まれて、はい、やめてくださいって言われて、はい、その時はやめたんですけど、はい、演説会が終わった後に阿佐ヶ谷で、演説を始めた時の、はい、写真です。で、あのカゴに入ってるのがワンちゃんのクーちゃんっていう。あ、クーちゃんですね。はい。プードルなんですけど、はい、この時も、元芸人さんじゃない、俳優か。俳優をやってたんで、はい、まあ、声とか表現力豊かで、はい、この時も替え歌を歌いますって言って、はい、尾崎豊さんの卒業をね、はい、歌ったんですけど、はい、替え歌を歌いますって言うから、はい、あの、小林さんが歌うのを聞いてるわけですよ。それ楽しみですよね。はい。最初、全然変わってなくて、はい、普通に、こう、放射の影っていう、ね、はい、オリジナルの歌をずっと2分近く歌って、はい、一番最後に、こう、池都政からの卒業って、そこしか、そこだけ、そこしか変わってなかったっていう。あ、じゃあ、そこまで、ただずっとなんか、聞かされてるだけみたいな。意外と上手いので、はい、みんな聞いちゃうんですけど、はい、ただの途中まで路上ミュージシャンみたいな、そういう形で最後だけ替え歌があるっていう。はいはい、まあでもそれも狙っていたのかもしれないですね。そういった講師さんであります。はい。ということで。続いてはこちらの講師になります。はい、加藤健一郎候補、はい、無所属74歳。はい。はい、まあ加藤候補は千葉県知事選とかにも出られていて。県知事選にもね。はい、出られていて。はい、で、今回都知事選出られたわけなんですけども、はい、どういった主張をされていらっしゃるか。加藤さんは、はい、あれだ、情報のことを言ってましたね。はい。まあ、今回選挙ポスターとか白黒でびっしり、いろいろ、あの、貼られておりまして、千葉県知事選の時は、うん、まあ、結構カラーの選挙ポスターだったんですけども、はい、神奈川から。顔写真が入っていないタイプのポスターですね。はい。そうですね。はい。加藤さんもやっぱりクリアファイルで付け足すタイプの、ポスター、付け足すタイプの、はい、掲示板のところでしたね。はい。で、訴えてるのは危機管理。はい。で、科学技術が進歩しているので、はい、危ない時代になっているということで、はい、その対策を訴えたいっておっしゃったんで、はい、どうやって対策するんですかって聞いたら、はい、まだいいアイデアが出ているわけじゃないけど、はい、社会全体で考えて いきましょうっていうことを訴えたい。社会全体で訴えていきましょうって言われて、はいはい、でも加藤健一郎さんといえば、はい、まあ、千葉県知事選の時に政見放送で小池都知事にプロポーズするっていうのが、はいはい、話題になりましたけども、はい。衝撃の事実がね、この告示日に、はい、加藤さんを囲んだね、時に、発覚しましたよね。はい、そうですね。ね、はい、あの、加藤さんといえば小池知事へのプロポーズの政見放送が話題になりましたけど、はい、今回はついに直接対決ですねっていう記者の質問を受けて、はい、実はタイプではありません。
私は地盤もないから利用させていただいたということを。あれは衝撃が走りましたね。利用してたんだっていう。はい。むしろ今回訴えた方がより利用できたんじゃないかなみたいな、うん、はい、ところでもあるんですけども。そうですね。まあ、ご自身が好きな、本とかも。ね、選挙広報に書いておられましたね。はい。はい、そうですね、うん。加藤さんはその、ポスター問題のとこでは、はい、NHK が国民を守るとか出過ぎだって怒られてましたよね。でも、はい、今回、出過ぎだって言いますけど、でも、それ以外で32名の方がお出になってますから、はい、まあ、確かにね、定数1の選挙に19人と、5つの関連の団体で24人で、はい、まあ、多い、定数1のところに同じ政治団体からたくさん出るのは、いかがなものかとは思いますけど、でも、法的には問題がないしっていうところで、NHK から国民を守る党の問題っていうよりも掲示板のシステムの問題もありますよね、はい、戦艦が結局用意できていなかったもともと、ね、事前準備もっとできてたはずもありますと思いますし、うんうん、はい、では続いての候補者になります。はい、この方になります。はい、ひまそらあかね候補、はい、無所属41歳、はい、はい、あの、ひまそらあかね候補はもう会うことができずにっていうところで。はい、そうですね。はい。立候補届出のところにご本人はいらっしゃらなくて、はい、代理人の方が、いらっしゃいました。で、届け出をして、はい、で、取材をしたいっていうことを言ったら、はい、本人の対面の取材はできませんと。はい、取材依頼はツイッターの DM でっていう、はい、ツイッター、まあ、現 X か、はい。現 X の DM でっていうことを、代理人の方が告げて、はい、まあ、代理の方はお帰りになって、はい、あ、これは困ったと思って、はい、DM を送ろうと思ったら、僕ちょっと送れなくてですね、はい、なので、担当の編集者に代わりに、はい、連絡を取ってもらって、コメントをもらったっていう形ですね。はい、あ、そうだったんですね。はい。はい、まあでも、畠山さん活躍された討論会の途中で、この、ああ、そうですね。でも、はい、それも、僕は DM を送れないので、はい。今園さんに。はい。別の担当者に、はい、送って取材っていうか参加依頼をして、で、出ていただいたんですけれども、途中で、まあ退席をされた。はい。っていう形で。もうすごくネットとかでも人気があると言いますか。そうなんですね。はい。うん、そうですね。栃木県の、岩下の新生姜の社長が応援されてたりとか、はい、はい。で、すごい逆になんか不買運動が起こってしまったりみたいな、うん、こういろいろなんかネットニュースとかでもなられてる方にはなっているんですけども、うんうんうん、はい。まあ、実際今回ネットの活動とかで、どれ、ね、ポスターも貼っていないですし、うん、政見放送も撮っていなく、本当、ね、選挙広報で活動されている中で、うん、はい、まあ、その中でも、やっぱ YouTube 登録者数20万人とかいらっしゃる方になりますので、うんうん、まあ、どれぐらい票取られてくるのかっていうのは、はい、かなりちょっと注目な候補者の方。素顔を明かしてない候補者の方がたくさん、ね、AI メイヤーさんもそうだし、はい、まあ、河合祐介さんもそうだし、っていうことで言うと、3人いて、で、実際に街中で会えないっていう候補者の方もたくさんいるっていう選挙になってきてますね。はい、そうですね。届け出の時みんな顔写真をそれとバシャバシャ撮ってたんですけど、代理人の方だった。みんなこれ今更明かりなんじゃないかみたいな、うん、はい、感じだったんですけどもね。では、続いての候補者はこちらの方になります。うん、はい。河合正憲候補、無所属62歳、うん。はい。公認会計士の方ですね。河合候補はどういった主張されていらっしゃる方になりますか？立候補の経緯を聞いたんですけど、はい、まあ、小池さんは、現職の小池百合子さんは、はい、次の衆議院総選挙で、国政に戻られた方が良いのではないかと。はい。で、知事は別の人がやった方がいいんじゃないかと。はい。国政、まあ、小池さんがやりたいことっていうのは、まあ、国に先んじて東京都がやるっていうことを結構やってらっしゃったので、はい。もうとにかくもう、小池さんも国政に行った方がいいんじゃないかっていうことが、はい、河合さんの、出馬のきっかけになっていて、はい。で、小池さんに代わる方が、他の候補者で出てくれるのであれば、はい、出なくてもいいなと思ってたんだけど、そういう方が、どうやら見当たらないと。はい、そうなると、私が出ていくことで、はい、小池さんに批判的な人も、私だったら、はい、
乗ってくれるんじゃないかっていうことで立候補されてます。で、はい、あとは、教育改革、子育て支援に力を入れたいっていうことをおっしゃってました。はい、で、年中無休の学校を作りたいって、ね。もう夏休みとかがないっていう。ね、年中無休、そうですね。はい、で、親の都合で休んでください。例えば、その、はい、土曜日、日曜日が休みの人っていうのは、まあ、かなり圧倒的に多いけれども、はい、サービス業の方とかは、土日が仕事で、はい、火水が休みとかっていうことがあって、はい、うん、家族の時間を過ごしてほしいから、その人の場合、そういう場合、お子さんたちって土日家で一人になっちゃうわけじゃないですか。はい、学校にそういう子たちは来ることができるよと。で、火曜日、水曜日はお父さんお母さん休みだから、はい、もうそれは家族で過ごしてくださいっていうことができるような学校を作りたいっていうことをおっしゃってましたね。結構もう独自の政策を打たれてるってことですね。はい。続いてはこちらの講師になります。はい、牛窪信夫候補、はい、所属51歳。はい。はい、牛窪候補はどういった主張されていらっしゃる候補者さんになりますか？まず、その公約のことを聞いたら、はい、公約っていうのはね、守るべきことを言うべきだと。はい。今ね、立候補されてる方、それから現職の政治家っていうのは、はい、もう好き勝手言って、守ってないじゃないか。はい。で、そこへの憤りがまずあるっていうことが前提で、はい。はい、私はできることを言います。はい。で、できること何ですかって聞いたら、ベーシックインカムを導入したいと。はい、あと、東京の防災っていうのも、防災対策も当たり前にやると。はい。で、ベーシックインカムは毎月10万円を支給します。それから、都庁内に、これ、はい、牛久保さん独自の政策なんですけど、はい、都庁内に、都道府県人会のサロンを作って、はいはい、はい、そこで、東京都と各都道府県の人たちで交流することによって、はい、各地方とのつながりを強化することで経済を活性化していくと、ね、新しい政策ですね、うん、はい、こう都庁の中に広島県人会だったりとか富山県人会とか作って、そこでより親密な交流しやすい形を作っていくっていうことですね。今都内にね、いろんな各県のそのアンテナショップみたいなのがあったりするじゃないですか。はい、ああいう感じの人の集まれるところを、はい、都庁の中に作ることで、あそこに行けば、まあ、全国の人と、はい、交流できて、で、お互いに、じゃあ、あそことコラボして、ああいうことやりましょうか、みたいなことができるようになるから、それをやりたい、っていうことをおっしゃってましたね。なるほどですね。はい、牛久保さんも、ポスター貼り問題で記者が殺到して、はい、本人も貼らないって断言されて、はい、記者が引いていくっていう、はい、の一人ですよね。はい。はい、続いてはこちらの候補者になります。古田誠候補、ドア玉を働かし、最高裁裁判官5人を弾劾すると、体から地頭へ人の増える回、77歳。すごい長い透明の方になっているんですけども、ね、はい、はい。古田候補はどういった主張されている方になりますか？古田さんはですね、はい、ご自身が、はい、振り込め詐欺に、はい、あったと。はい。いうことで、振り込め詐欺を、まあ、被害を受けたわけですよね。はい、で、被害を受けて、その、銀行を訴えるっていうことをしてたんですけれども、はい、それがなかなか認められないと。誰が行為者なのかっていうことは特定できないということで、はい、裁判がうまくいかなかったっていうことで、それを、訴えてます。あ、はい、そこの経験の、はい、言ったら裁判官だったりとかを訴えたいっていう。振り込め詐欺で、はい、ものすごくたくさんの方が被害に遭ってるから、はい、その注意喚起も、していくっていうことですよね。はい。うん、で、まあ、古田さんテニスがお好きなので、はい、新聞広告ではもうご自身がこうテニスをしている姿の写真とかも入ってます。あ、そうなんですね。はい。はい、あ、古田さんあれですよ、ま、町田で行けば演説をやっていて、あそこで見ることが。そうですね。はい。はい、で、ビラ配りに忙しいということで、毎日4時から5時まで、はい、決まった場所でビラ配りをされてるっていう。都知事選で一つの駅だけに絞ってっていう方はすごい珍しいですよね。はい、そうですね。はい、まあ、地元の駅で、はい、立ってやってらっしゃるっていうことですね。はい。はい、
大柄ですごく声が大きくて。そうですね。都庁でずっと怒鳴ってる声が聞こえてきたんで、僕、お会いできなかったんですけど、ずっと、怒鳴ってる声だけはずっと聞こえてきたんで、ね、はい。僕も、聞きました。聞いて、はい、すごい大きな声で、簡単な操作で、ATM で、振り込まれると思って振り込んじゃうっていうことを、はい、その自分がその振り込め詐欺にかかった時、はい、でまあご自身も、IBM でシステムの開発をやってた、そうですね、その私でも引っかかってしまうんだから、はい、一般の方が引っかかってしまうのは当たり前だろう、言わんやっていう、はい、そういうことですね。それで、やっぱり注意喚起を、促してる。なるほど。そうそうそう、じゃあもう断崖してる姿もすぐ浮かぶぐらいの形で言われてるということです、ね。17,000人が騙されて、はい、18年間で468億円も ATM で振り込め詐欺が使われたんだと。はい、なんで騙されたかっていうのをどうしてメディアは報じてくれないんだっていうことを強く訴えておられるっていうことですね。ありがとうございます。はい、では最後のこうしたいと思います。もう最後だったですね。はい、56人目の方になるんですけども、はい、はい、秋徳将軍民番候補ネオ幕府秋徳と37歳、はい、今写真撮影でもすごいもう目立っているものがありますけども、はいはい、あちら何をつけられていらっしゃるんですか。兜ですね。はい。はい。秋徳将軍未満さんも、はい、まあ、言ったらこの将軍って名前なので、兜をつけられているっていう。将軍未満ですね。あ、将軍未満さんなんで。将軍になりたい気持ちはあるんだけれども、はい、天皇陛下から承認を得られたわけではないので、未満、はい。あ、なるほどですね。ことです。はい。だからどういった主張をされている方になりますか。表現の一環として、はい、出ているということです。はい、あ、はい、なるほど。表現の、はい。自分たちが楽しめる選挙をやりたいっていうことですね。で、秋徳将軍未満さんは、はい、民主主義を否定しています。うん、はい。で、民主主義の世の中じゃない方がいいということを主張していて、はい、秋徳将軍未満さんの師匠、秋徳さん、将軍未満さんが師匠と仰いでる人がいて、はい、富山光一さんという人ですね。もう、有名な、はい、はい、政見放送とかでも話題になっている。はい。はい、で、富山光一さんよりも、発言力を持てるようになりたいということで、あの兜は、はい、空光という名前がついてまして。はい、空光という名前なんですね。はい、正式名称が、透過合成樹脂亀甲筋兜空光。めちゃくちゃ長いですね。そんな名前やったんですか。そう、聞きました。これは何ですかって聞いたら、はい、兜ですって。え、兜、名前ついてるんですかって言ったら、空光です。正式名称は何ですかって聞いたら、透過合成樹脂亀甲筋兜空光であるということを。そうなんですね。はい、でもやっぱこれ、もう、この格好になるまですごい時間かかってまして、もう駅に着いてから着替えるやっぱり10分ぐらいかかってようやく演説始められるってぐらい、すごい、はいはい、ちゃんと寝られて、うん、はい、はい、そういった格好をされている方なんですけども、はい、うん、で今秋徳将軍未満さんの貼れるポスターの枠に富山光一さんのポスターが今どんどん貼られてるっていう形なんで、はいはい、しかもいろんな種類のポスターがあってっていう、そうですね、はい、喫煙者集まれみたいなものとか、はい、いろいろありますね。富山さんバージョンの、富山さんバージョン、はい、まあ秋徳将軍未満さんのポスターもありますし、クリアファイルを戦艦から預かるじゃないですか。はい、刑事上の板の拡張用として。そうですね。あれに直接マジックで、絵を描いて、あ、これはもうそのものポスターになるんじゃないかっていうやってらっしゃいました。はい、そういったこと。もともと芸術とかアートの活動をされてる仲間が、周りにいらっしゃるので、はい、そういった方々と一緒に、まあ、やっていくっていう。面白いよねっていうことをやっていきたいと思ってます。こういう関係広いんで、国政政党でボランティアスタッフで入られる方も結構秋のり、そうですね。皆さんどこにも入られてるっていうのは、はい、方になっておりますということで。はい、で、はい、勝つ可能性ありますかって言ったら、はい、自信満々にですね、我々は必ず受かりませんのでと、おっしゃってました。はい、まあでも民主主義否定されてますだからまあ全然、はい、はい、違うルートで倒せる可能性があるっていう。ことですよね。はい。ということで、はい、本日、はい、
非常に個性的なね、はい、皆さんがされてますね。56名紹介してみました、はい、ましたけども、どうですか、あの畠山さん、56名紹介して長いですか？長いですけど、でもまあもっといろいろ喋ることはありますけどね。確かに1人3分じゃやっぱり足りないぐらいなん。いや、もう足りないです。全然足りないです。だって一人につき1時間ぐらいインタビューしてるんですよ、僕。だから同じ人でも何回も会われてるから。そうですよ。2時間とかインタビューしてる。とかもインタビューして、それをスタンプに凝縮してて、はい、だ一番こう重要そうなポイントとかもお伝えいただいたりで。そうですね。でも、いや、本当ね、いろんな方がもう本当にたくさん出てね、まあ、ふざけて立候補してるとかっておっしゃいますけど、皆、はい、さん言いたいことはたくさん。ありましたし、はい、やっぱりね、よく聞いてみると、あ、なるほどって思うことがあるので、ぜひ、3分なので見てください。あ、そうですね、全、はい。今回だから、ボリューム1からボリューム4までありますので、はいはい、そこで56名全員紹介させていただいたということで、はい。はい、で、ちなみに畠山さんは、はい、言ったら、これ、もう全校舎に基本的に取材を、はい、はい、もう申し込みもされている。はい、そんな最終日とかって、誰行くのか。あ、土曜日？はい、土曜日ですか。はい。誰行くのか。はい。誰行くのか。もう決めていらっしゃる方とかもいるんですか？でも大体1日5、6とか7とか8、8ぐらいは、8人ぐらいは、見たいと思ってるんですよ。はい。で、午後だけで8人ぐらい多分見られるんですよ。はい。なんか8人ぐらい見たいですね。あ、もうなるべく多くの校舎を最終日に。最終日の演説が一番、はい、なんだろうな、こなれているというか、はい、盛り上がるし、はい、みんな熱がこもってるし、はい、見ててすごくいいので、はい、見たいですね。多くの人を見たいですね。なので、今回56人分。はい。56人。はい、できれば56人見たいですけど。はい。ちょっと紹介させていただいたんで、はい、その中でちょっと気になった方を最後にね、最終日、皆さんちょっと実際街頭とかに行かれて、あ、そうですね、見ていただけると嬉しいなというふうに思います。はい。はい、ということで、はい、ご紹介ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい、ぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。はい。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告。よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか？